石本康夫12月5日から2015年12月8日は日本の法学者。学位は法学博士。大阪市立大学名誉教授。日本学士院会員。東京大学法学部助手。大阪市立大学法文学部講師。大阪市立大学法学部教授。大阪市立大学法学部学部長。上智大学法学部教授。 神奈川大学短期大学部特任教授などを歴任した和歌山県西室郡出身の法学者である。専門は国際法であり、特に戦争法の研究に従事した近代国際法から現代国際法への構造転換の実証に取り組んだことで知られている。また、中立の地位の研究や国際法学に社会経済史の視点を導入したことでも知られている。 1962年に東京大学より法学博士の学位を取得した。東京大学、大阪市立大学、上智大学、神奈川大学短期大学部などで教弁を取った。1982年には大阪市立大学から名誉教授の称号を授与された。2002年に日本学士委員会員に選任された。桐山隆信。 石本康夫の国際法学、その奇跡と展望法学雑誌62巻3.45347から365ページ、石本康夫さんが、死去著名人の葬儀2015年12月11日、ABC、ぶっこ会員個人情報、会員個人情報日本学 C 日本学 C。ありがとうございます。